しだれ桜はバラカ桜属の植物の一種で、講義では枝が柔らかくしだれる桜の総称で、競議では特定の江戸悲願系統のしだれ性の栽培品種。しだれ桜は、講義では枝が柔らかくしだれる桜の総称。野生種の江戸悲願から生まれた栽培品種の競議のしだれ桜、ベンジェラやベニしだれやヤイベニしだれが有名である。他には、 江戸ガンと豆桜の交雑種の栽培品種の、うじしだれ、江戸被害系と他種との雑種と推定される、栽培品種の神山しだれ桜、野生種の大山桜の海分類の品種のしだれ大山桜、野生種の霞す桜の海分類の品種の切リふり桜があるほか、野生種の山桜から生まれた栽培品種、もしくは大島桜由来の栽培品種の里桜と、 言われるしだれ山桜などがある。枝がしだれるのは、胃腸や、カツラやクリアケヤキなどでも見られるが、その原因は突然変異により、植物ホルモンのジベレリンが不足して、枝の上側の組織が固く形成できず、枝の張りが重力に耐えられなくなっているからと考えられている。しだれ性は遺伝的に劣性のため、しだれ桜の子であってもしだれない個体が生まれる場合がある。 受粉は8メートル以上に育つ高木。花は一重きの少林で淡辺に色。東京基準の夏季は3月中旬である。しだれる以外の特徴は、江戸悲願と同じで、個体により変異がある。個体ごとに変異があるのは、しだれ桜には遺伝情報が違う複数のクローンがあるからであり、複数のクローンがある原因は、継ぎ木や挿し木の他にも他の個体と交雑した種子でも増殖され、 その後に各個体の形態が似ていたことから別々の栽培品種として区別されず一つのしだれ桜という栽培品種として認識されたことによるものと考えられている。すでに平安時代にはしだり桜や糸桜などが存在したことが当時の文献に記録されておりこれは競技のしだれ桜の祖先であったと考えられる。また 抗議のしだれ桜である霞桜の品種の霧降り桜や大山桜の品種のしだれ大山桜は野生での自生が確認されているが、競技のしだれ桜には野生での自生儀は発見されていない。さらに、全国の競技のしだれ桜には複数のクローンがあるとはいえそれぞれが遺伝的に禁煙であり、日本各地に競技のしだれ桜の古木が存在することから、 競技のしだれ桜は平安時代にはすでに種子により増殖されて栽培化されていて、それらの木々が全国に広まったと考えられている。ありがとうございます。